というわけでイレブンの時間になりました。今日はこのです。大丈夫ですかね。はい、本日はですね、普段のあの目黒五本木のトレンタウーノからではなくですね、都内某所といってもあの渋谷のですね、スクランブル交差点の近くで、この週明けイレブンの第14回放送の生放送を開始しますというですね、はい、今視聴者数が続々と増えてますが、第14回はですね、画面の見て通り殺風景ですまずで、場所をこう渋谷の某あの某会議室に来まして、で私一人が今日は、この番組をナビゲートしたいと思います。そうなんです、お一人ですよ。はい、で、後ろに飾ってあるこの日本代表のユニフォームはですね、6月の、投稿メール、週明けイレブンの投稿メールに募集していただいている方へのプレゼントユニですね。で、ワールドカップロシア大会が、金曜日から始まりましたので、今日で大会が4日目ですね。で、はい、緊張してません、大丈夫です今日夜9時から確かスウェーデン対韓国の試合がですね、 NHK で生中継だと思うので、この番組今8時半スタートですから、あと30分後にはあの韓国スウェーデン戦始まると思うんですけど、あのそちらも気になる人はそちらを見ながら、あのこの仕上げも見ていただきたいなと思います。スタンガンみたいな音してますが、椅子の音ですね。はい、若干ギシギシ言ってますが、で、今日は一人でお送りするんですが、私一人で、いろんなフリートークを交えてですね、通常のレギュラーコーナーもやっていきたいと思いますので、早速ですね、何から行くかというとですね、ロシアから、今ロシアのモスクワにですね、現地にマツメイラス松田さんがいらっしゃるので、そちらをつなぎたいと思いますんで、少々お待ちくださいね。行くかな、ちょっと音だけ先確認。松田さん聞こえます？聞こえますよ。あ、聞こえますね。ちょっと待ってくださいね。じゃあ皆さんに松田さんの声を聞かそうと思ってね。よし、さあ映りますかね、映ってますかね、大丈夫ですか、映ってます、あれもオンエアですか、松田さんの声聞こえてんのかな、皆さんに聞こえてるかな、ちょっと待ってください、慌ててます、慌ててますよ私が。はい、日本時間こちら今8時半過ぎてんですけど、はい、そちらモスクワ何時ですか？2時半です。午後2時半。お昼2時半です。今どちらに？ズドラビーチェ。え？ズドラビーチェって何ですか？ズドラストビーチェがもう挨拶です。もう とりあえずそれ言っとけばいいっていう。なるほど松田さん今どちらにいるの？今ね、あのモスクワ の, あの市内の、ホテル45っていう、うん、バモちゃんの友達が泊まってたホテルに、うん、ちょっといろいろわけあって、なんだかんだであのカフェテリアをお借りして、一人で今モスクワ市内、市内、モスクワ市内、市内です、市内です、はいはい、いつからロシアモスクワに到着したんですか？いろいろちょっとバタバタしまして、結局17日の、昼過ぎぐらいに着きました、うん、昨日です。で、一泊したのね、まずね。モスクワ一泊と、はい。モスクワなんかね、面白いですよ。いや、あのね、本当あの、地下鉄超綺麗なんですよ。うん。マジ、なんか、聞いてはいたものの、はい、実際見たらやっぱすげえなっていう、あ、これは核シェルターだわっていうぐらい。うん。超深いし。あ、地下に。半蔵門線どころか、あの、多分大江戸線みたいな感じです。ああ、東京の人にしか分かんないですね、うん、半蔵門線と大江戸線はね、深い、確かに地下
かなり深く掘ってある。大体のエスカレーターが大阪の人でいうと、あの京阪電車の、京橋の駅 の、 あのなエスカレーターぐらい長いです。なるほど。分からんか。分からんでしょ。分からないですよ。あのね、昨日ついて、昨日ついて、まあ、一泊したということなんですけど、はい、ワールドカップは大会がもう3日目、4日目だったじゃないですか、昨日で。そう、もう4日目じゃないですか、これ。ね、もしくよろしく、ちょっと待ってください。意味がわからない。松田さんの位置が見づらいって意味かな。今、視聴者の人がコメント。あ、はい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 。これぐらいで大丈夫ですか。昨日は、なんかテレビでモスクワに着いてから試合見たんですか。はい、見ましたよ。ドイツ、メキシコを、チラチラ、脇目でなんかやってんなっていうのを見ながら、うん、ブラジル対スイスは飯食いながら見ました。そちらの夜9時キックオフでしょ、ブラジル戦はね。そうそうそう、夜ご飯食べながら。いや、そう、夜ご飯はちょんまげの人にちょっとおごってもらいつつ。なるほど。日本人の応援団というか、はい、サポーターというか、日本人、はい、感染者は結構続々とモスクワ集まってる感じですか。見かけますか。全然合わないですよ。まだあまり日本人にまだ本当会ったのバモぐらいですよ。バモちゃんに、その週明けのスタッフのバモちゃんに今日会って、それまではなんか中国の方も、ああこれ中国の人かなと思いながらすっとよぎるぐらいで、うん、日本代表のあれを着てる人がほとんどいない。なるほど、はい、だからまあ昨日の夜ちょんまげ隊長のツンさんと飯食ったっていうのが、そうそうそう、のも結構レアなね、日本人。超レア、そう、レア。なるほどね。久々に日本人あったと思って。ちなみに今日は今夜ね、はい、今日本時間今8時半40分ですけど、はい、この後あと20分後にスウェーデン韓国戦が始まるんですけど、あ、ちょっとどっかで、松田さんはどっかで見れるの、それを。まあ、モスクワに行けばとりあえずずっと流れてるんで、どっかのカフェとか行けば見れちゃう。そう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 。なるほど。ビール一杯で行けるんで、ルーブルがだいたい 1.75 円ぐらいなんで、2倍だなと思って計算してりゃ、うん、すごい物価の計算がドルとかより簡単なんですよね。はい。なんで、ああまあ400円か500円かみたいな感じで入って飲めるんで、結構テーブルチャージとかも特に取られないです。ビールは1杯どれぐらいで飲めるの？コーヒー1杯いくらとか。コーヒー1杯400円ぐらいかな、200ルーブルとかで売ったんで、うん、じゃあそんなにこちらとそんなには大差ない。ね、お店のビールはちょっと高いんですけど、スーパーのビールがバカ安いんですよ。500円出したら多分4本5本ぐらい買えます、ね、なるほど、はい、あと視聴者の今タイムライン拾いますけど、ロシアって英語が通じないって本当ですかって書いてあるんですけど、英語は通じますか。これがね、モスクワに限っては全然やっぱ喋れる人がどっかいますね。ああ、じゃあ、ワールドカップの期間中だから、必ずそれを雇ってるっていうのも多分。ああ、そういうアテンドできる、英語が喋れるボランティアスタッフが街にいろいろいると。ワールドカップ用のボランティアスタッフがオレンジ色のポロシャツっていっぱいいるんですけど。なるほど。あと、ここのホテルにも、美人な女の子が一人英語が喋れるって言って、だいたいその英語を喋ると、ああ待て待て待てみたいな感じで英語を喋れる人を、あ、そうかそうか、ロシア人のスタッフの中でも英語喋れる人をこう、そう、この人はワールドカップのお客さんだなと思ったら繋いでくれるのね、うん、なるほど。あとは、はいはい、ロシアの言葉が喋れないっていう前提でもロシアの人たちはいるんで、なるほど、期待はしてないみたいな、うん、どうせわかんないんでしょみたいな感じでね。そう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 、なるほどね。でどうせわかんないでしょって、そうなのみたいな感じで。なるほどね。まあまあ、まだ到着して2日なんでね、そんなに、はい、ワールドカップやロシアの感想をたくさん喋ることもないので、はいはい、そろそろ松田さん の時間を終わりにしますが、寂しい。また来週つなぎますから。あ、分かりました。来週のその週明けでもね、このテレビ電話方式でね。はいはいはい。で、まあ明日が、ね、翌日の夜9時、はい、日本時間夜9時は日本対コロンビアですから、はい、松田さん明日はスタジアム行くんでしょ。そうっす、今日の夜中のこの夜行電車もちょっと人からの上等ものなんですけど、それに乗れるかどうかちょっと怪しいので、これ松田さんはこの今夜の夜、この夜の試合がね、はい、うん、第3試合が終わった後に夜行列車で現地に移動するんだね。そう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 。なるほどね。そうです、わかりました。
はい、じゃあ、松田さん、こちらからも一応お知らせがあるんですけど、はい、松田さんに。はい、あの前回まで4週間にわたって松カフェ企画やりましたよね。あれの投票受付を先週からスタートさせてまして、お今現状どこが旅がね1位らしいですよ。まだ来たで締め切りがですね、はいはい、あのツイッターであの4択投票してるんですけど、はいはい、明日火曜日の21時が締め切りなので、はい、つまり明日の日本対コロンビア戦のキックオフまでが松カフェの投票時間ですっていう ね測ったようにそうなってます。なるほど、了解しました。なんで、あのこれ見てる方にね、はい、松カフェ4回、全4回先週までの放送を見てない人は見直してもらって、ぜひ明日の21時が締め切りですから、これでも松田さんの企画が決まってしまうので、おー、はい、皆さんにかかっております。はい、以上、こちらから松田さんにご連絡ですという。かしこまりました。視聴者の皆さん、21時なんで明日あと24時間後ぐらいで締め切りなんで、よろしくお願いします。お待ちしてます。ということで、じゃあ松田さん、これにてあの、はい、週明けイレブン初の国際あの生電話を終了しますんで。早いですね。14回目にして結構初物いっぱいありました。はい。まあこれ毎週やりますから。はい。あのまた来週楽しみにしてます。ロシア滞在期を今度はワールドカップをいろいろ見て街を感じて。はい。お土産話を聞かせて。ですよ。あのメキシコのあの人たちがあの朝飯食ってて喋、ってたんですけど、うん。日本もきっとメキシコみたいにできるよって言ったそうだね。励まされたね。はい。素晴らしい試合でした、メキシコ戦は。ドイツね、はい、ではでは、じゃあ切りますね。あ、もう切ろうとしますね。うん、切ろうとしてます。最後にあの地域リーグのね放送をロシアで見れる方法誰か教えてください。わかりました。この地域では見れませんって言って、なんかいろんな動画がはめられるんです。僕は何もチェックできてないんで、国内のリーグとか。わかりました。お待ちしてます。はい、では、はい、ありがとうございました。お疲れ様。以上です。はい、強引に切る。はい、切りました。ということで、部屋にいるんでね、松田さんがね、本当にモスクワかどうかの証拠はないんですけど多分モスクワですっていうね、こんな感じで皆さん、松田さんしばらく、4週間ほどロシア滞在なんで、この松カフェの全4回企画、1回目が本かな、本、映画、音楽、旅、この4つのうちのどれが一番素晴らしいかというのを皆さんの投票で決めますというね、はい、投票お願いします。で、今タイムラインはあの時々ぐるぐるするというのは多分通信ですね、これね。若干重そうですけどすいません、ここの会場がちょっとネットが重そうなんでフリーズするかもしれませんが、声は聞こえていると思いますので、次進めます。では、週末を振り返ります。今週末、この土日、どんな試合結果がありましたか。さあ、今日は松田さんがいないんでね、私一人でどんどんやりますよ。さあ、J2 からいきましょう。J2、土曜日、水戸が負けましたから始まってね、ずらっと。どうですかね。お、レノファ、勝ちました。レノファ、首位ですね。気になってるのは、相変わらずあの下から2番目が四国さんっていうのはもう毎週のように言ってますけど、まだまだ脱出できずっていうね。で、上はアビスパが4位、町田が3位、ここら辺が入れ替わってますかね。こんな感じですね。はい、じゃあ引き続き今節も、じゃあ J3 はどうすか。お、鹿児島首位、これはキープですね。なるほど。さあ、皆さんは興味ありますかね。タイムラインが今、なんとなく J リーグの試合結果がそんなに皆さん反応してないんで、これで終わっていいでしょうか。はい、以上で。じゃあ以上で。はい。次は、ヘッドラインですね。さあ、いつも松田さんが読んでるのを私が初めて読みますよ。
週明けヘッドライン J リーグ日本代表編と、1本目がサッカー日本代表がいよいよ明日21日キックオフと、これはコロンビア戦ですね。2本目は火山灰と緑のピッチ、謎、このタイトルだけだと全く分かんないですけど、なんだろう、火山灰と緑のピッチ、鹿児島、霧島、火山灰が、あれですね、鹿児島ユナイテッドですね。次が松本山雅の反町監督がぶち切れました、そうです昨日のリーグ戦の話ですね、そうですか。で4番目が上田選手、これは鹿島の上田選手、宇土市、宇土市出身なんですね。宇土市後援会の T シャツデザインが素敵ですねっていうね、はい、これ流していいんですねで4番目が NHK の神アプリとという5本です。以上、これが J リーグ編今週末のニュース5本なんですけど、このうちの1本がですね、5本目のこの NHK 神アプリというですね、じゃあ原稿を見ましょう。ワールドカップをリアルタイムで視聴できるアプリ NHK2018FIFA、ワールドカップがすごいと話題になってます。通常放送の画像とは別にマルチアングルという項目で、別視点のカメラが、ありますと。で、通常の引き画面のほかに選手や監督を追って両チームに割り当てられた4分割画面と、で真上に設置されたカメラ、ピッチ上のね俯瞰のカメラとか縦視点の戦術カメラの計5つと、これが、この NHK の神アプリで見れるということが話題だそうですね。で、NHK の発表資料によると、このサービスはあくまでも試験的な提供であると。で、インターネットサービスの改善と向上において、大規模アクセスの検証や配信負荷の把握をするため、総務省の認可に基づいて行っているもので、限られた時間の配信となっていますと。で、ぜひ今後の国内サッカーでも採用してもらいたいものですと。ちなみにアプリは無料ですということで、皆さんこれご存知ですか？知らないかな、まだ。契約者だけにすべきっていうのは NHK のことですか？これ別に NHK 契約してない人でもアプリで見れるって意味ですね。なるほど。私まだこのアプリは見てないので、ちょっと見たいと思います。以上で、じゃあJリーグニュース終わりと。はい。じゃあ次行きます。あ、もう使ってる人いますね。では次は、週明けヘッドラインじゃなくて、JFN の結果ですかね。さあ、今節から、この週明けイレブン第14回からですね、試合結果の画像が変わりまして、このような。上下にスクロールしていく形に今節から変えていくので、ざっと上から見ていきますね。ゆっくり避けていただければ、これ試合予定、結果ですね。ミオ、琵琶湖、芝が3対4で負けたという意味ですね、これはね。っていう見方でいいですよね。はい。FC 大阪も勝利と、ホンダロックが引き分けと、以上8試合が。はい、あ、マリアスが勝ってる。ソニーに勝ちました。おめでとうございます。さあ、そして順位表。はい。首位がホンダ、勝ち点32ということは、これ下まで行けます ?16 位までずっと行けます目いっぱい行けるのかな ?12 位まで、じゃあいいです。上の10位ぐらいまでね。吉大阪と大阪、ホンダが勝ち点差2ですから、次節14節に FC 大阪が負けて、ホンダが引き分け、あ、勝ちか、ホンダが勝ち、 FC 大阪が負けだとホンダが優勝するってことですね、次節。あとはバンラーレ24、勝ち点24、今治21、ソニー21、奈良クラブ21、ここら辺は混戦とね、3位4位争いはこの J3 ライセンス保有クラブとソニー仙台がこう争っているという上位陣ですね。で、下が8、9、10、11と、今最下位はどこなんでしょうか。おっと、テゲバジャーロが勝ち点6、今季まだ2勝ですね、2勝11敗ってことか、ちょっと負けがもう込みすぎちゃって、
厳しいですね、これはね。丸安がソニーに勝ったんで勝ち点12で上がってきましたというね。さあ、こんな感じです。では、JFL は以上で、試合結果は終了と。そして、社会人リーグ行きましょう。はい。北海道から行きますか。北海道今節なし。じゃあ、東北一部から、はい。メリーが勝ちましたとかね。あ、カンビアーレも勝ちました。バンディ強気に。そして、ブランデューが勝ってますと。で、東北一部の順位はこちらと。首位にブランデューになりましたね。ガンジュが2位、フジクラブと。これは試合数がまだ6試合と7試合でわらつきあるんですね。ということは、ブランデュー弘前はかなり今、有利な状況になっているってことですね。さあ、ちょっと下まで順位見ていいですか。プリメーロ、いわき、はい。いわき、古川 FC はまだ勝ち点0と。ここは本当に頑張ってほしい。FC プリメールも勝ち点1と。はい。では、次は2部ですね。この、ちなみにこの、この棒グラフというか、これは何て言えばいいですかね。勝ち点グラフ。グラフは、順位の推移ですね。勝ち点の推移。どう見ればいいの第12節見、あ、12節は関係ないのね。今、7節見ればいいの。なるほど。この赤い一番上の7節のここですね。ここがブランデューをカーソル合わせるとちゃんとチーム名が出る。素晴らしい。はい。という表もありまして、さあ、その下2部行きましょう。2部の北。これ順位とも結果一緒に 見れますか？見れないですか？入りきらないかな。まあ上の、はい。サルタ工業が 6-0 の大勝と。で、水笹坂クラブも 5-1 の大勝と。さあ、こんな感じで。試合結果は以上4試合なんで順位がどうでしょう、見せてください。10位まで一気に、はい、以上。サルタ工業は試合数が6で、秋田大学医学部もなんかスルスルと上がってきてるんですね。1試合少なくて勝ち点15ですから、これほぼ首位並んでるみたいな感じですね。さあ、これが、東北2部の北でした。じゃあ次、南行きましょう。南。はい。今週の放送からもう試合結果がこういう、折れ線グラフ付きのですね、ホームページ紹介になりましたので、一緒に皆さん見てください。2部の南が相馬サッカークラブ引き分けて、これ多分久々に勝ち点じゃないかな、相馬。はそして、いわき FC が相変わらず0-7、ね、7点の大勝で、FC 仙台ユニバースも5-2の大勝で、この上位陣2チームは相変わらず大量得点で勝ち続けてますね。仙台が1試合多くて、1回負けてるんで、まあ、いわきが実質、若干リード、ね、だけどここはちょっともう一騎打ちのレースなんで、両チームとも。直接対決の時には負けた方が2位になっちゃうぞっていう感じのね、っていう注目ですか。これ相馬サッカークラブって勝ち点1ですからね、久々に引き分けて最下位脱出したんですね。勝ち点2になったということはね。はい、こんな感じです。さあ、サクサクっていきますよ。次は前者ですね。関東前者の、じゃあちょっと画面見ていいですか。それですね。関東リーグはリーグ戦がお休みで、前者の予選の6ブロックの決勝がありましたと。で、ブリオベッカが負けました。東京国際大学に。栃木ウバは勝ち、ボンズ市原も勝ち、東京ユナイテッドも勝ち。これ全部関東一部のチームがこう勝ってますね。で、東京23がなんと関東二部の横浜のエスペランサに0-3で負けると。で、南葛対流通経済大学は、流経は関東2部ですか、これ。関東1部の方の東京1部、あ、東京、うん、流経は、ね、あ、関東1部。南葛が都リーグ1部でね、流経は関東1部。では順当に、だから関東1部のチームが4チーム勝ち、そして、
23とブリオベッカがここで敗れると、だから前者には出れませんと。で、前者に出れないって何っていう話はですね、この後あと10分後ぐらいからですね、前者特集を今日やるので、詳しくやるんで、ここの関東予選で負けたという意味は何だというのはこの後やります。はい。では次が関東一部の次がどっか行きますか。地域リーグ戻りますか。それか他の前者の結果ありましたっけ。こっちは先やっちゃいましょうか。じゃあ四国も前者の予選をやってまして、この今度は4つの県の県代表の決勝があったってことですね。これはね、決定戦ですからね。で、徳島が FC 徳島が 5-0 と。で、徳島第二代表はこれがまだ結果が分かりませんっていうね、我々調べでもまだ手がつかない、知ってる方は教えてください。はい、イエローモンキーズと、紅葉シーリングテクノの試合結果ご存知の方書き込んでくれるとありがたいです。で、愛媛県の第一代表が、FC 桜井部屋私が先週気になった桜井部屋が勝ちまして、第一代表決定と。で、第二代表が東レ愛媛サッカークラブかなが、第二代表決定と。以上4試合ですか。ちなみにこれは高知県と香川県はやってないですね。でいいですね、多分ね。あ、私の画像で消えてるんですね。一回私の画像消してもらっていいですか。書いてあるんですね。四国リーグからこの4つの勝者のチームと4つが4チームかける2ブロックでやると。はい、複雑ですね。で、まあこれも7月21日だから来月ですね。ちょっとワールドカップ終わった後ぐらいにやると。タイムラインがみんなやっぱ桜井部屋で盛り上がるというですね、こう異常な状況になってますから、桜井部屋にみんな食いついていただいてありがとうございます。さあ、じゃあすいません、これが四国の前者の県代表なんで、まだ四国予選はこれからですから、県の代表が決まったというところですが、元の地域リーグに戻ります。東北の続きなんで、次は東北信越ですね。はい、これです。ざっといきますよ。はい、サウルコス 5-0 と、FC 北陸も 4-0 と大勝と、とアルティスタとジャパンサッカーカレッジのこの直接対決は 1-0 で、多分新勝だったと思うんですけど、アルティスタが勝ち切って、これで順位表見ておいてください。福井が首位、アルティスタも勝ち点で同じ15と、はい、得失点差の3だけの差ですね。で、ジャパンサッカーカレッジがこの直接対決でね、一歩出遅れてますという感じで、はい、では2部、北信越2部、はい、2部はトアンテロープ塩尻が 6-1 大勝とね、はい、こんな感じですか。特に、あ、もう北陸大学も 6-1 の大勝ですね。はい、では順位表見せてください。さあ、ここは8チームなんで、首位が北陸大学で、2位がアンテロープと。ここはちょっと勝ち点がもう開いてます。勝ち点5差ですからかなり有利ですね、これはまだね。で、下がカモン FC と大野 FC が下に沈んでますと。はい、じゃあ次行きます。東海リーグ、東海一部、さあ鈴鹿 4-0、 あ、カリア 2-1、 ここも直接対決だったんじゃないですか。上位陣のね、 FC カリアが勝ちましたと。はい、ちょっと順位も見ます。ざっと8。さあ、ここはどうなってんですか。試合数が、鈴鹿がまだ4なんで1試合少ないので、実質まだ三つどもえみたいなことですね、これはね。はい、まあこのもう上位3つが今抜けている3チームなんで、このまま多分リーグ戦は行くでしょうという、この3チームの争いで行くでしょうと。さあ、では東海の2部が、お、 FC ゴールがまたゴール決めてます。1-1ドロー。そして、中京大もドローですね。で、FC 岐阜のセカンドが 4-1 と。で、豊川も4点の大勝と。はい、じゃあ順位表お願いします。さあ、セカンドと中京大が上位陣争いで。お、FC ゴール勝ち点1、おめでとうございます。
そうですね、先週確か試合結果ゴール決めて、今節はゴールを決めて勝ちでも取ったっていうね、シュールが最下位から脱出と、よかったです。さあ、では、これが東海の2部の今の順位なんで、次行きます、関西行きましょう。関西1部、枚方、松村松田さんの出身地、枚方市にある、ティアム枚方が3-1で勝利と、で、高砂と神田が引き分けと、で、パディオセ・カクワが3-0勝利と、おっと、アルテリービョが負けましたと、コシアス京都は結構これは、上位陣を食ったっていう感じじゃないですか、おこしやすはね。さあ、順位、バンディオンセ、お、そうでもないのか。アルテリーボは今シーズンあんまり調子悪かったんですね。まだ1勝しかしてなかったんですね。おこしやすは勝って、突き放したっていう感じですね。で、ティアモーと阪南大高砂が勝ち点10でずっと並んでると。で、加古川が今、首位独走と。このまま行くとこの加古川は独走しそうですねというね。さあ次、関西2部行きましょう。2部は、ポルペニールをセントアンドリュースが勝ちと、でアイン食品が負けてレイちゃんと勝ちましたと、京都志向が大勝して志向クラブ 5-1 と、関大クラブも 4-2 で勝ってますと。さあ順位表行きましょう。セントアンドリュースとレイジェンドシガーが、お、あとは明石ですか、これはイージー02でいいのかな、読み方は。ドイツ語だと違うんですよね、シャルケも。みんなシャルケ06とか言いそうだけど、ドイツ語だと違うんですけど、まあ、この上位3チーム、あと志向クラブも何気にまだ、スルスルと上がってきて、この4チームぐらいですかね、が、昇格争いをしてますということです。じゃあ、関東2部、これで終了ですね。さあ、まだまだありますよ、地域リーグ。さあ、中国サッカーリーグは、JXTG エネルギー水島、12点っていうね、バスケットボールのような試合ですが、あとは松下も 5-0 大勝と、環太平洋大学も 6-0 と、もう、こう、水島自動車、三菱自動車水島の 6-0 と、デッツーラが今年は本当にダメですね。もう、ちょっと順位表見せてください、じゃあ。さあどうなってんですか。デッツオーラ多分最下位ですよね。勝ち点1しかないってすごい時代だな。まあこんな感じです。さあ四国は、はい、松江シティが首位独走中と。で四国リーグ、これはだからそっか、前者の予選は県代表のチームだったんでリーグ戦はあったっていうことですか、これ。あ、なかったですね。はい、じゃあ四国は飛ばしで九州リーグ。さあ沖縄がなんと黒星 NIFS 金谷、これは多分金谷体育大学のことだと思うんですが、 5-1 で勝利と。これは初の敗戦ですね、多分沖縄。あとはこれは何ですか、8節9節2試合やってるんですね。9節の5試合目見ていいですか、こう一番下。JFC 宮崎が 6-1 で勝ちと。でこう見ると JFC が2連勝しているとですね。1日目も 1-0 で勝って、こう見るとなかなか頭を使うか難しいけど、サガリクシルは1勝1分けだったと。しかも PK だったと。なるほど。さあ試合結果はこんな感じで、ちょっと順位表をまとめて2節消化した第9節終了時、はい、それでも沖縄エスパウは24と。でも敗戦1っていうのがなんかね、ずしっときますね。この多分無敗で無敵でいくと思ってた沖縄がこうなってしまったというかね。で JFC が、同じく1敗しかしてないんで、ね、PK 負けもあるのか。 PK この表だと PK 負けと敗戦数っていうのは同じって意味で、別々って意味ですよね。2敗してるって意味ですよね。敗戦数1で、そのうちの PK 負けって意味ですか？普通に負けてて、PK でも負けてるって意味ですね。ですね。だから7勝してて、これどうやって表現するんですかね？普通7勝1敗1分けとか言うけど、7勝1敗 1PK 負けと言えばいいんですかね。で、JFC が今2位に上がってきてると。はい。では、以上で、これ全部で地域リーグ終わりです。さあ、
巻き気味で喋ってもこんだけ時間たっぷり使うんで、さあ次のコーナーいきます。では今週からですね、あ、まだヘッドラインがあるんですね。早く全社の企画行かなきゃと思って喋ってたら、まず、じゃあ地域リーグ、ここからご飯行きます。じゃあ、さざっと行きますよ。まず FC 今治が、野菜と一緒に選手入場。もうネーミングだけだと何が何だか分かんないですね。次、FC 伊勢志摩の選手がおすすめするスーパーの一品。これもあれですか、食べ物の話ですか。これも分かんないですか。そして、3番目、赤帽騎士野さん。還暦祝いはピンクの帽子。これは、現、栃木ウーバーの、ゼネラルマネージャーというか強化をやっている岸野さんですね、が60とうとう60と60歳で赤い帽子なんで、普段なんかピンクの帽子にしたと。そして4番目が大宮 FC。 これ分かんない人いるんじゃないですか。これはトリーグのチームですよ。大宮 FC が5年ぶりに地元大宮で試合開催と、はい、あの東京都大宮市というところですね。もう東京都の西多摩っていう一番あの山梨寄りの方にか西多摩なんですけどに大宮 FC、大宮市がありましたね。そこで5年ぶりに、多分都リーグの開催をするというのが4本目のです。そして、5本目が天皇杯の PK 戦やり直しが、奈良クラブが決意表明に隠されたメッセージがありますと。さあ、というこの5本を、今日はですね、この5番目を読みます。PK 戦のやり直しのニュースですね。奈良クラブが決意表明に隠されたメッセージがと。天皇杯2回戦、名古屋グランパス対奈良クラブの PK 戦やり直しが決定したことを受けて、15日、先週ですね、奈良クラブが見解を示すリリースを発表しましたと。その中で、最初は、JFA から、日本サッカー協会からね、やり直しではなく、最初敗戦を通達されたと。もう、奈良クラブ負けですよと言われたと。でも、その通達が覆る間、要は、ずっと負けだと思ってたってことですね、ナルカルバがね。で、その後も JFL のリーグ戦をやってたから、リーグ戦で複雑な思いを抱えてプレーしていたこと、選手たちがね。で、対戦相手の名古屋グランパスへの感謝を述べた上で、再戦への意気込みや審判レベルの向上と競技規則の周知徹底を訴えましたと。これはホームページでリリースを出してますと。で、このなおリリースの最後の段落を縦読みすると日本頑張れと読めることも話題になっていますと。だそうです。見ましたか。見ました。私まだ見てないんですけど、このリリース部を縦に読めるんですね、左の文字を。そう、日本頑張れになってるのから、これは仕込みましたね、奈良クラブ。さすがです。これ多分先週話題にした例のやり直しですが、あれから多分2点3点してて、結局誤審だったっていうとこから始まって、それがまあ結果 PK 戦だけやり直しになってるっていうことなんですよね。さあ、では、以上 J ヘッドライン、あ、J、下部リーグ、R リーグ編のヘッドライン5本終了ですということで、さあ、いよいよこれでいいですか。通常コーナーこれで終了で、さあ、では全社、さあ、もうワールドカップ始まってますね。現在視聴者数が95人というですね、いつもより少ないのはね、それはしょうがないのは分かってるんですけど、それでも全社特集をやります。今週から4回に分けて、全国社会人サッカー選手権大会とは何ぞやというですね、この特集をやりますんで、今日は全社とは何かで、来週が全社が通ってくるもの、これ重々しいタイトルですけど、全社が通ってくる。そして3週目が過去の全社における激登録。さあ、4週目最終週は今年の全社はこう楽しめと。これを全4回、松田さんがいない間、ワールドカップ期間中にもかかわらず、週明けイレブンはなんと全国社会人サッカー連盟ね、国内のカップ戦を、ちょっと特集して、この時じゃないとやらないだろうということで、全社をやります4回。そしてじゃあ早速テロップをバンバンここから出るんで、全社をわからない人は特に今日初めて見るっていう人はね、全社のことをね、基礎知識入門編だと思って聞いていただければ。さあ、全社とは何か、アマチュアの社会人サッカーチームによるサッカー大会ですよっていうね。で、毎年10月にやってますと。32チームのトーナメント戦ですね。最初からグループリーグとかがなくて、32チームがトーナメントで、決勝まで5試合連続5連戦っていうやつですね。
で、これ後で詳しく言うのかもしれないんですけど、この五連戦っていう意味は土日月火水という五連戦ですっていうことですね。さあ、そして3つ目が JFL 昇格と全社との関係は何かと、はい、これも詳しくやりましょう。そしてなぜ昇格イレブンで全社を取り上げるのか、まあ、これも詳しくやりましょう。さあ、この4つが今日の、まあ、メインのお題なんで、なんで最初にアマチュアの社会人によるというとこからテップお願いします。じゃあ、さあこれは何かというと、今年で54回目のオープントーナメントで、地域リーグ以下、つまり県リーグとか、まあ、都リーグ、都道府県ですね、 道リーグとかフリーグとかそういうカテゴリーも含めて第一種という、まあ、社会人のチームを第一種というんですけど、に日本サッカー協会に登録しているチームが全て予選から多分参加できるというトーナメント、まず予選から参加して、で先ほど、関東の予選とかね、四国の予選やりましたけど、まあ、県代表になれば県リーグのチームや、都府県リーグのチームでも県代表になれば、本大会も出場することができるというね。で今年、左下は今年は第54回が茨城県大会と。でこれは鹿島市ひたちなか市って書いてあるのは、多分これは試合開催会場ですね。スタジアムはまだ発表になってないですよね。一応もう今の時点で発表されているのは鹿島市とひたちなか市がメインの開催地ですよと、茨城大会と。で、この全社という全国社会人サッカー大会は翌年の、つまり2019年ですね、いきいき茨城夢国体という国体を、そもそも国体というのはまあサッカーだけじゃなくていろんなスポーツの大会なんですけど、国体をやるためのリサーサルを兼ねてますと。つまりまあ分かりやすく言うと、前者があるということは来年国体があるのねという覚え方でもいいですし、あ今年 この県で国体あるのかというと去年前者だったのねと、そういうそのワンセットですね。前者と国体というのが常に対になっているというかワンセットです。で去年はちなみに福井県で前者だったんですよね。だから今年のなんだ国体は福井であると、そういうふうに覚えていただければ。では次のテロップをダウンと、まず本大会が10月ですが、その1個手前が地域の予選、9つの地域リーグ、5月から8月まで、ね、この週明けイレブンでもたびたび試合結果や予定でお伝えしますけどね、もうすでに始まってるとこは始まってるし、これからのとこはこれからですと。でその1個手前のこの都道府県の代表決定戦というのが、例えば関東だったら、東京の代表を決めようとか神奈川の代表を決めようとか、四国だったらさっき の愛媛代表とか徳島代表を決めようっていうのがもうこの3月6月に行われてますよというのは、まあ、スケジュールおよびプロセスですね、まあ、つまり本大会に出るためには 県代表にまずなんなきゃいけないというとこから、もう3月からすでに予選も始まってましたと。はい、では次、そしてこれが9つの各地域の予選の状況なんですけど、緑地のところの関東と中国はすでに終わってますね。中国が3枠、5月19日で終わってるってことですね。チーム名も分かってますよね、これね。これ後で出るんですか？出ないですか？出ないですね。で、関東が6枠プラス1で、これは、昨日ですね、その先ほど試合結果をお伝えした、ありがとうございます、関東、ちょっと中国の代表3つ言いましょう、三菱自動車水島 FC と松江シティ FC と JXTG エネルギー水島のこの3チームがもう本戦出場決定と。で関東の6チームが、ジョイフルホンダ、つくば、これは開催県枠ってやつですね。茨城大会なので茨城のジョイフルホンダは、予選免除で、本大会から出ます。このプラス1っていうのはそういう意味ですね。で残りの6枠っていうのが栃木ウーバー、モンズ、市原、東京ユナイテッド、流通経済大学、ここまでが多分関東1部のチームでいいですか。で、関東2部のエスペランサと、関東2部の東京国際大学が、5番目6番目の枠に入ってますっていうことですね。で
ここを見ると、次に本大会決定するのが北信越と東海、7月7、8と東海もそうですね。あ、でいいんですね。で、7月下旬の末に7月28日頃に東北とか、まあ四国も21日か。だから北海道が一番遅いですね。8月の11日、これはほぼお盆休みウィークに一番涼しいからから、どうなんですかね。一番休みが取れるんですかね、この時はね。まあまあ、こんな感じのスケジュールなんで、実はまだ全32チームがまだ決定してないのが本日だと。で、多分この前者の特集を4週やるにあたって、なんだ、7月の9日ですか、我々の放送がね。だから、4回目の前者特集の時には、北信越と東海が多分決まってますと。で、これ多分予選、県代表の予選は決まってるんですか？これはまだ調べてないですか？まあこれもおいおいね、来週以降やりますが、今ずっとですね、ざっとテロ、この画面見ながら説明してますが、これ、まだコメント欄がそんなに書かれてないですけど、もしも質問がある方は今ここで書いていただければですね、詳しい説明をですね、今日話したり、来週以降もやりますんで、今まで聞いてて、ちょっと前者のここが分かんないとか、ここが知りたいというのは、ぜひ書いてください。拾いますんで。さあ、こんな感じで地域リーグの9つが、まあ、これから本大会、32チームをこれから決めますよという。さあ、次の画像じゃあ。さあ、ここからですよ。今日のもうお勉強時間みたいな感じになっちゃうんでね。さあ、では JFL 昇格と前者の関係括弧1 授業みたいですね。前者自体の特徴はまず集中開催であると。これは、今年は茨城のその鹿島とひたちなかという茨城県内で一県で一つの県で集中開催で、括弧交流の場っていうのはこれはおそらくその感染会を感染するサポーターが全国の32やそれ以外の人たちも含めて一堂に会するこの10月のね5日間のね交流の場でもあるよというね、まあチームのね監督や選手同士でも交流の場になるでしょうね。これはね、全国にもともと同じ大学でやってた選手が松江とどっかにね分かれてるなんていうこともあるでしょうしね。でチームの多様さっていうのも、まあ、前者の特徴かなというのは、これはどう言えばいいですかね、地域リーグのチームだけじゃないという意味ですかね。チームの多様さというのはあえて言えばいろんなスタイルが普段戦わないとか、なるほど、そういう意味でいいですか、多様さは。さあ今放送スタッフからもそんなにコメントが広がらないので次いきます。3番目が、特徴3は5連戦と。これ冒頭でも言いましたけど、確か金曜日が開会式で10月のね、2週目かな。で全チームのこう挨拶開会式があって、翌日の土曜日が1回戦、2回戦が日曜日で、なんと準々決勝、いわゆる3回戦準々決勝がなんと月曜日にやるというね。でそのまま準決決勝をカースイートやるから、この5連戦というのが非常に特徴があって、でこれに実はもう昔からもう5年も10年も前からですね、賛否両論がずっとあってですね、見る側からすれば、つまりこれを作ってるスタッフも見る側で作ってますが、まあ、そこが特徴であり面白さというか、この前者ならではだけど、やる側からするとね、もう勘弁してくださいみたいな話が多いんですよ。さすがにベストメンバー組めませんみたいな状況多いので、この土日月火水という全く休みのないまま決勝戦まで行くというこの一種独特な特徴は本当にまあ前者ならではだし、っていうか多分日本サッカー界でも前者だけですよね。5連戦までやってるっていうのはなかなかねないので、まあこれは非常に賛否両論ある特徴です、5連戦は。そして同時に下の枠いきますね。前者というのはこの本大会ですね、JFL、
実質日本の、まあ、J3 と並行というかね、まあ、我々では4部扱いしてますけど、 JFL という全国リーグに昇格するためのプロセスの一部、これはまあ、後に11月に行われる、地域決勝チャンピオンズリーグに出場する権利をこの全社の出場チームの中から枠が設けられてますというね、もう言葉で言ってると分かりやすいと思うんですけど、まあ、地域決勝に出れる枠があるんですという意味ですね。さあ以上でいいですね、このテロップのお話はね。ちょっと待ってください。私の、待って、モニターが進まないのは、ちょっと待ってください。皆さんのコメントが、こっちで読めばいいのか。今、皆さんのコメントも読んでます。今年から地域決勝 PK なくなったらしいが、どう決着つけるかなとかね。はい、なるほど。5日間投資で観戦するのは会社辞めるしかないって書いてる人もいますからね。まあそういうことなんですよね。さあ、ではでは、ちょっと待ってくださいね。今、夫の散歩中のモニターが調子が悪い。さあ、次に、じゃあ次、はい、JFL 昇格と全社の関係というやつですね。ここをちょっとじっくりやります。地域リーグがまず今やってて、リーグ戦やってて、優勝チーム、これ一部リーグですね。関東一部とか東北一部とかがまず9枠あって、で、全社のこの32チームのトーナメントの上位3チームに3枠で、ここ重要って書いてますね。で、この2つが合体するというか合流して地域チャンピオンズリーグが11月にあるんですけど、これが12枠と。で、この12枠のこのチャンピオンズリーグを予選ラウンドと決勝ラウンドっていうこう戦いをやって、優勝と準優勝チームかな、1位と2位チームが JFL に昇格するというのが、まあ、ざっくりレギュレーションこうなってますっていう。で、これ早速質問がいろいろ来るので、分かりにくい含めてですね、ちょっと皆さんとタイムラインと会話する感じでいきます。ここからは。まず、JFL に行く気がないチームが優勝したら、地域チャンピオンズリーグには行かないのですか？行きません。行きません。つまり、全社に出てても、JFL にそもそも昇格する気ありませんという、もう事前のヒアリング調査済みで、行きません、行く意思ありませんっていう人は、全社で3位以上になっても、地域決勝に行かないっていう意味ですね。はい。わかりますか？今の言い方で。さあ、あとみんなもう、この全社を見るためにどうやって月曜日休めばいいんだっていうコメントの方が多いですか？ルールが分かりづらいという質問は特にないですかね。前年度の登録数の比率で、今コメント読んでます。前年度の登録数の比率で配分とあるので、毎年同じなんですか？同じではない。はい。これ枠の話ですか？全社枠。全社の32の配分って意味ですね。つまり、全社の32チームのうち、今年は茨城開催だから関東は6プラス1で7枠あるけど、去年は多分福井で6枠しかなかったっていうこととか、5枠とかかかってたですよね。で、毎年変わりますっていうね。で、その毎年変わるルールは、前年度の登録数の比率で決めてるっていう意味ですか？このコメントは。それ正しい。あ、正しいそうです。さあ、今コメントを拾い上げますからね。で、その場合4位繰り上げなのですか？またもう質問が皆さん、これがですね、どうなっているんですかね。謎ですね。じゃあ宿題としましょう。ここはこの JFL に参加する意思がないチームが全社に出ました。32チームの中に出ました。そのチームが準決勝上位4チームまで上がりました。まあ要は優勝したり準優勝しました。でもチャンピオンズリーグ出ませんよっていう意思がないかったら、4位チームが行くのか、
どうなるのか、これを週明けイレブンが、宿題として来週やりましょう。今調べてても時間がなくなるだけなんで。ただこうタイムラインも情報が錯綜してまして、去年はトカチもチャンピオンズリーグは出てたぞとかね。去年は良かったです。去年まで良かった。今年からなんです。そうですか。今年からルールが変わった。はい、だそうです。さあさあさあ、今年からルールが変わったという話はですね、この後も多分出るんですけど、今年からレギュレーションが変わって複雑になったよねというコメントがあると。そう、非常に複雑になったので、この週明けイレブンがなぜ4回にも分けて放送するかというとですね、これ1回で放送するのはもう無理だということが最初から分かってたので、このレギュレーションが複雑になった話は2回目3回目4回目ね、通して、企画の中でやってきます。さあ、とりあえず基本に戻るんで、この JFL 昇格と全社の関係のこのテロップはもういいと思います。ここから JFL 2枠新規チャンピオンズリーグから出るよと。で、なぜ週明けイレブンで全社を取り上げるのか。さあ、ここです。昨年 JFL 昇格のルールに変更があって、これに伴い全社にも影響がありました。皆さんが今タイムラインで話題にしてるのもこれですよね。で、全国社会人連盟にその理由を問い合わせ中と。果たしてその答えとは。出ました。さあ、今タイムラインもいわき FC が無理になったねとかね、ベスト4以上で3チームまで入会規模が前提と。さあ、100年構想クラブも2位以内で出れますねとか、もう皆さんが知ってる情報をどんどん今書いてるんですが、このレギュレーション、その JFL の昇格のルール変更というのがそもそもあり、つまりこれは全社の話じゃなくて、11月のチャンピオンズリーグの話ですね。地域決勝チャンピオンズリーグのルール変更があったと。で、その変更に伴っていわゆる全社枠の3枠、この3枠はこういう条件じゃないとチャンピオンズリーグ出れませんよという、その3枠のルールもレギュレーションも同時に変わったと。で、ここが、おそらく去年の12月ですよね、発表になったのね。12月に発表になって、今番組見てる人も多分そのニュースをご存知の人も多いと思うので、なんでそういうルールが変わっちゃったのっていうのが多分こうもやもやっとしたまま今日まで来たかと思うんですね。で、そのなぜじゃあその理由、そのルールを変更したのか、つまり全社枠が、去年と違うのは、つまり県リーグのチームじゃチャンピオンズリーグ出れないよとか、いろんなこう、制限がかかってる、全社の3枠になりゃいいという単純な話じゃないというのはなぜなのか、それを、まさに大会を主管してる、主催してる社会人サッカー連盟にね、そのまま聞いてみようというのが、この週明けイレブンのこの全社企画の、まず今週の お知らせです。でですね、その答えとは、答えはですね、今日まだ発表できないので、すいません、来週やります。来週までに答えは届いてると思われるので来週やります。でも明らかにこれは皆さんが多分謎だと、このね、ルールがレギュレーション変わったのは、改変ね、改悪というかね、去年までのルールの方が一番楽しかったじゃないかという声が多分一番多いので、まあ、そういう皆さんの声も受けて、社会人連盟に問い合わせしたいと思います。すいませんね、引っ張っといて、まだ答えが出ずっていうね、そういうことなんです。はい。でもこれは大会自体が、全社という大会自体を魅力をね、下げることなく、むしろ魅力を上げる、価値を上げていくためにも、社会人連盟やね、いろんなそのサッカーこのレギュレーションを作る側の人たちもね、いろんなの議論を経て上での結論ですから、まあ、何らかの理由があるんでね、その理由をねしっかり聞ければね、皆さんもすっきりして、
10月の本大会に向けてね、心の準備が整うんじゃないかなと思うので、まあこのページというんですかね、このなぜ修学イレブンで全社を取り上げるのかというのはね、皆さんが多分一番疑問に思っているようなことをちょっとその答えを引き出したいなというのが、全社企画を4回に分けてやる理由でもありますと。さあこれでテロップ終わりですか。さあディレクターさん、時間は大丈夫ですか。今かなり押してます。さあではじゃあ全社の第1回目企画ここまでです。もうこれは今日はですね、基本編、基礎知識編みたいなね、お勉強企画みたいなことだったので、これにて全社企画終わりと。で、続いて早速、次は何ですか、投稿コーナー行きましょう。さあこれ毎月やってます、毎週やってます。今月はこの日本代表の、シャツが当たる、投稿1件目から行きましょう。皆さん募集はこれでもうあのメールなりツイッターで送ってください。はい、では1件目、おっとこれからいきますね。さあじゃあ原稿読みましょう。奥ちゃんさん、いつもいただいてますね。参謀長松田さん、いつも楽しい放送ありがとうございます。6月10日のアルウィン、これは松本ですね、アルウィンの全社の北信越大会の長野県代表を決めるアルティスター様対上田全社を観戦してきましたと。で3対1でアルティスター様が勝利と。敗れたものの上田全社のゴールキーパーのスーパーセーブが連発は、見応え十分でしたと。で そして頑張れアルティスター様と。そしてアルウィンのこの試合後ですか、全社の予選が終わると、多分県内同じ松本市の書店に移動して熱く語る赤いおじさんのトークショーを見ましたと。充実した週末でしたと。これ画面右上はロクソートですね。はい、トークショートがなぜか松本にいてトークショーをやったと。さあ北信越の県代表を決めるアルウィンでやったんですね、浅間とジェンシャンをね。まあ贅沢な環境で、これ何人見たんですかね、この日観客動員ね。さあさあさあ、では次の投稿いきましょうか。はい、2本目。はい、次はですね、トフカフさんです。この方もおなじみの方ですね。地域サッカーを愛する皆さん、こんばんは、トフカフですと。昨日は半年前まで、今日置いていた沖縄県を再訪しましたと。で九州サッカーリーグを見て、沖縄ダービーを観戦してまいりましたと。開放銀行サッカークラブ対沖縄 SFAU ですと。この先ほどの試合の結果を紹介したの見に行ってたんですね。で開放はメインスタンドには約60人、日陰のある芝生席にも観客はいたので、クラブ関係者を含めて100人近くの感染者があったと思われます。100人近く見てましたと。で試合会場は前回の放送でも話題に出た五三丸陸上競技場ですと。でちなみに五三丸というのは人の名前だと、人名ですと。中世の沖縄で活躍した武将の名前、侍の名前なんですね、五三丸さんというね、五三丸という人の名前ですと。でちなみに最近は、近年はガンバ大阪や川崎フロンターレ、横浜 FC、徳島ボルティスなどが春のキャンプをこの五三丸陸上競技場で行っているようですと。で試合結果、この開放銀行対沖縄エスパウは6節終了時点で無敗で首位を走っていた沖縄エスパウが0-7で7得点で圧勝したと。沖縄がね、沖縄エスパウが圧勝と。前半は台風の風を味方につけた開放銀行が惜しいシーンを作ったのですが、点と。で後半に入ると実力者がはっきり出る結果に、沖縄の開放銀行に口座を持っている私的には悔しい結果ですというお便りでしたとはい、さて、あ、ちょっと待って、まだメール続けました。補足情報。沖縄エスパウは、高原選手、元岩田にいた高原さんや、前田選手、元大分にいた前田さんが出場と。あと、選手交代は両クラブとも5人ずつの交代ですと。で、PK で決着をつけるなど、ローカルルールがあるのも地域リーグならではですねと。以上ですと。これ動画もいただいたようなんですが、動画の、こちらの準備が間に合わずに、今日はちょっと動画は紹介できませんが、以上、メールで、写真の紹介でしたということで、
さあ、では次のお便りいきます。さあ、次は、真野さんからですね。これはボンズ市原の、メールですね。週明けイレブン様、告知をさせてくださいと。増田様、オッタナー様、こんばんは。今日も来たのかと、今日もメール来たかと。ボンズ市原 FC DJ アシスタントの真野ですと。真野さん、いつもありがとうございます。今月からボンズの新しい企画ボンズ TV が始まりました。週明け様よりちょっとだけ短い40分のトーク番組ですと。で、第1回目は藤本キャプテンをはじめ山岸選手、鏡選手、落合選手が登場してますと。この3名がと。すでに YouTube にも、放送済みですと。で、2回目の放送は今週の22日ということは今週末ってことですね。今週の22日予定ですので、ぜひ見ていただけたらと思います。そして今週は首位争いの、栃木ウーバ戦ですと。私は今からドキドキしていますが、試合前には DJ 対決があり、栃木ウーバの DJ と対決をしてきますと。その他にもイベントや美味しいスタグルもいっぱいありますので、ぜひ24日今週末ですね、24日足利市に遊びに来てくださいというお便りでした。ボンズは番組を始めたということですね。これはで、左の写真がその収録風景ですかね、多分ね。で、右の写真はこれは今度のリーグ戦の告知のあれですね、ウーバーホーム、これ首位対決ですもんね。全勝対決でしょ、ウーバーとね、ボンズがね。レンタルユニフォームサービス、ユニフォームレンタルサービスを開始しますとかね。まあ注目ですね、この試合はね。はい、ぜひ見てください。番組ともども、この、ボンズ TV とね、ウーバー対ボンズの試合を両方注目してくださいということで。さて、じゃあ次のメールお便りいきます。ということで、この動画の投稿はスナフキンさんです。メールを読みます。オットの参謀長さん、松田様、こんばんは。浦安サッポのスナフキンです。先週は動画を流していただきありがとうございます。反響はハテナですと。で、さてさて、私の地元であります関東リーグの浦安の試合告知を動画にしたためましたので、よろしくお願いします。今のがそうですよね。無音だったらしいじゃないですかね。ただフリップをめくるというね。新手の試合告知ですね。で、メール読みますね。今回の動画は試合会場がめんどくさい講師からですので、グダグダ感盛りだくさんで、浦安風味を目いっぱい聞かせてございます。お楽しみくださいませと。動画の補足、関東リーグサポーターズユナイテッド、関東リーグサポーターズユナイテッドとかあるんですね。関東リーグのサポーターの連合会があるんですね。の告知のリベンジで1分以内にしっかり収めましたと。1分以内の動画ですと。小石川は何者や声出しできないのでフリップ芸で楽しんじゃいますと。で、東京ユナイテッドの選手に罵声を浴びせられても対応できるように頑張りますというね。これ分かる人はかなり2ですね。開幕戦の東京23の時に罵声を浴びせたっていう例のやつですけどね。という以上、スナフさんの、投稿動画とお便りでしたと。さあ、以上でいいですか、本日は。さあ、今日は4通かな、4通ありがとうございます。先週、先々週から始まった6月のこの日本代表ユニプレゼント、お便りの、メール投稿先はこの週明け11@gmail.com までね、ツイッターのダイレクトメールでも結構ですと。さあ、ビアカツがないっていうね、ビアカツないですね、すいません、ビアカツさんの動画が今週はなかったです。さあ、では、エンディングです。さあ、エンディングいきましょう。
試合告知ですか。以上いいですよね、エンディングで、ね、はい。J2 今週末23日、ベルディ栃木から始まってずらっと2、4、6、11試合と、画面左が J2 です。で J3 がどこですかね。まあ相模原も FC 東京とやるんですね、ゲームスで。うん、秋田鹿児島とかね。これは注目ですね。横浜対長野ね。さあこんな感じが実質実数ですか。ちょっとタイムライン見ていいですか。すみません、タイムラインを見たいんですけど。お、ね、まだそんなに。あ、相模原が初ナイターですって。そうなんだ。キックオフ時間17時。ね、あの野島ステラという女子のチームもねあって、あのナイターがついたんですよね、ゲオンスタジアムはね。それの夏場に差し掛かるんで初のナイター中継と、はい、みんなあのビアカツの投稿がない、ビアカツとマスクの言い訳がないということで今ひたすらタイムラインが盛り上がってますが、試合告知続けます。さあじゃあ J リーグは以上で、次がJFL からですか。今週末、今週末の方は何といってもですね、もうホンダ対ホンダロックなんですよね。でこの試合とにかくホンダが勝つ勝利することと、 FC 大阪がね負けか引き分けでも結構得失点差がね、広がっているので、もうこの2試合同時6月23日13時キックオフのこの2試合はもう一番の注目ですね。であとはバンラーレがソニーとやるんですね。ここも2位3位4位5位のチーム同士なんでね、直接対決ですね。で今はいたラインメールと、あとどこですか、下見ていいですか。ずーっと、はい、奈良クラブが大分と、はい、武蔵野がテゲと、三尾対丸安と、はい、琉球対ビアティと。あ、つまり今度ビアカツさんはあれですか、茨城県の龍ヶ崎来るってことですかね。こっちはちょっとタイムラインを見ていいですか、すみません、はい。なるほどね、はい。あいつはホーム戦しか来ないって書いてありますけどね、アウェイは行かないですね、龍ヶ崎はね、はい、ありがとうございます情報。東京でテケバジャールを見れます。そうですね、はい、あの武蔵のね、武蔵陸ですよね、武蔵陸でテケバジャールを見れますから、はい、お近く方はぜひ行ってください。さあ次は地域リーグ試合予定、北海道から行きます。さあ今週の放送が新しい画像テロップになるのでスクロールしていきますよ、今第6節の試合予定見てます。6月24日ゆっくりでいいんで、どんどんスクロールしていってください、はい、東北サッカー一部こんな感じです。じゃあ一回ここで止めましょうか。はい、こんな感じでメリーとゼブラとかね、これはみんな日曜日ですね、日曜日の13時とか13時半14時と、試合会場もこちらですと。はい、ではスクロール東北2部いきましょう。2部はなしと、はい、じゃあ南2部の南2試合、はい、リコインダストリー、会津オリンパス、いわき FC がアウェーですね。鏡町陶芸の里ってまたスタジアム名がすごい、これ2試合同時じゃないですか、11時半14時と2試合見れますね。これはお得な、お得ですねこれ。さあでは、関東一部、これやっとリーグ戦再開ですね。関東一部はね約4週間ぐらいリーグ戦中断してましたから、リーグ戦再開で、先ほどのあの投稿にはまあありました小石川運動場が東京ユナイテッド対ブリューベッカ浦安とね、対抗応援禁止らしいので、あの浦安サポがフリップ芸をやるらしいですから、小石川行く方は目撃してください、フリップ芸を。さあそして2試合目のこの栃木馬対ボンズがね、もう全勝同士で、多分勝ち点18同士でね、6連勝同士で直接対決ですから、最初のこの6ポイントマッチが
足利市総合運動公園陸上競技場で行われます。これ私実はね、これは行きたいなと思ってるんでね、栃木雄が。このボンズ戦は行きたいなと思ってます。さあ、次、横浜たけるとジョイフル。ジョイフルはカモメパークでやるんですね。そして23が、なんと駒沢オリンピックの補助。はい、補助でした。メインの陸上競技じゃありませんので、いわゆる我々界隈でいう駒穂ですね。駒穂です。金網デスマッチの駒穂でおなじみの。で、23が試合と。そして、流通経済大学がベルフェタからナスとやります。これが久々のリーグ戦再開と。さあ、関東2部も見ましょう。関東2部は、TUI、東京国際大学ですね。これ TUI はね。ですね。が、桐蔭横浜大学グラウンドで日立ビルと。あ、違う。これは桐蔭大学ですね。TUI はね。埼玉じゃないです。横浜の桐蔭大学サッカー部の方ですね。で、エリスと東京国際大学。こっちは埼玉の東京国際大学。これも駒穂。ということは、2試合連続ってことですね。東京23とエリスは。ということですね、きっと。はい。おそらくそうです。キックオフ時間が11時と14時と。はい。24日と。はい。そして、横山でいいんですか？これ横浜じゃなくて。横浜ですよね。横浜 GSFC コブラ対都南前橋ですね。で、アイデンティ、未来対バスだと。未来平っていうのは多分茨城ですね、これね。で、カモメパークでエスペランサが神奈川県。だから、カモメパークも2試合連続ですね。はい、以上です。じゃあ、関東サッカー1部2部以上終了。北信越再開します。こちらもカップ戦で中断してましたが、サウルコス対、これは、いいのかな、いいんですね。そうか、前節はアルティスタ対ジャパンサッカーカレッジだったけど、今度はサウルコス対ジャパンサッカーカレッジで、このジャパンサッカーカレッジは2連戦ですね、この上位陣とのね。バシワテクノポート福井と。あとは、上田仁さんが FC 北陸と。松本市サッカー場。これ松本市サッカー場って皆さんご存知ですかね。多分、アルウィンの同じ敷地の中の端の方にあるのが確か松本市サッカー場だった気が。三坊中一回行った気がするんですけど、多分そうだと思います。さあ、では、2部行きましょう。2部、エスペランサがホームで、アルティスタグランデ、セカンドチームですね。アンテロープ、上位陣のアンテロープと、どこが首位争いしてたかというと、北陸大が確か首位争いしてたような気がしたので、直接対決ですね、これがね。北陸大学の、多分大学の中にあるんでしょう、フットボールパークでありますと。さあ、じゃあ東海リーグ行きます。東海リーグ一部、はい、伊勢志摩対鈴鹿アニメ、ここも上位陣の直接対決と。松坂市ですね、三重県ですね。松坂牛でおなじみの松坂市。さあ、そして中京と FC 刈谷と、はい、矢崎バレンテ対豊田修球団と、で藤枝市役所と東海学園と。はい、以上です。じゃあ2部、はい、リビエルタトヨタ自動食器サッカー部、はい、FC ゴール、またゴールを決めてください。 FC ゴールが長野クラブと。で、中京大学と FC 岐阜セカンド、以上ですね、はい、名古屋対常葉大学キャンパス、はい、さあ次関西行きましょう。アルテリーボ、こんな感じです。越谷菅がホーム、阪南大ホーム、加古川ホーム。まあ、加古川が今ずっと関西一部は首位を走ってるんでね、まあ、ここを止めないとリーグ戦がだんだん見えてきちゃうんだね。頑張ってください。関大 FC2008 にも期待してますという。はい、じゃあ2部、関西の2部も、こんな感じです。これ多分同じ試合会場が、もう一回一部見ていいですか、すみません。こちらはバラバラですか。あ、同じですよね、やっぱね。起こしやすとレジェンドは2試合連続で見れるんですね、こう見るとね。で、奈良県フットボールセンターも2試合連続なんですね。はい、はい、アイン食品がアウェーで神田クラブ。あ、そういえば今日大阪で地震があったんですよね、昼ですかっけ。大丈夫ですかね、心配、ちょっと心配なんですけど、大阪市の方大丈夫かなってちょっと心配してます。私の知り合いも結構いるんで連絡したいなと思ってますが、さあ、この関西リーグもね、
地震等々の影響があるかどうかは分かりませんが、ちょっと、はい、ちょっと心配です。さあ、では中国リーグいきます。中国リーグの試合予定、はい、これは何ですか。7節8節連チャンってことですね。初めてじゃないですか、中国サッカーリーグって。土日あんの、今まで多分1試合だけだったと思うんで。土日連戦です。いやー、こう見ると見るの大変ですね。目線をどこに行けばいいんだろう。デッツオーラが最初アウェーで、その後がまたアウェーなんだ。アウェーアウェーとかね。松江シティが、1日目がアウェーで、2日目がホーム。あ、これ縦に長いから見づらいですね。じゃあまあ7節だけちょっと5秒間ぐらい止めていただいて、7節もう一回、一番頭これですか。7節5試合、はい、これもなんだかんだ言って同じグラウンドですね。10時半、13時、15時半と、これ3試合同じですね。7節のね。あ、だから試合会場は2会場だけなんですね。なるほど。セントラル開催っぽいって意味ですね、要はこれはね。はい、以上です。じゃあ中国リーグは次節2試合紹介しますと、7、8節と。で、四国リーグ、はい、第8節4試合お願いします。さあ、シーリングテクのホームで高知ユナイテッドと。以上です。この4試合が四国リーグがやりますと。で、九州リーグはお休みと。はい、以上でいいですね。ああ、終わりました。さあ、以上週明けイレブン第14回、レギュラーコーナー含めて全放送終わりです。さあ、今時間は何分なんですか。今時間は何分なんですか。21時50分。わあ、かなり長いですね今日も。すいません、多分今スウェーデン韓国戦前半終わってますね。はい、では最後までご視聴いただきありがとうございました。来週も、マツメラス松田さんのロシアから電話をつなぎ、放送は来週はまた五本木に戻る予定なんで、トレンタウンのからお送りします。第14回の週明けイレブン、これにて終了。また来週お待ちしてます。